おい、まさか俺たち変な疑いをかけられたりはしないだろうな。それは大丈夫だ。融合プラントでの出来事は私を通して共有されている。 JJ さん。ああ、承知した。すぐに向かおう。それでは皆さん失礼いたします。今何かお話しされていましたか？彼らは融合プラントの調査に急いでいたので、情報交換をネットワーク越しに行った。彼らは現場にいた私に実況見分の協力を要請してきた。レーモンド艦長たちはこれから惑星ベグワルドに向かうんだな。ああ。JJ さんには JJ さんのするべきことがあるのですね。同胞を守ってくれた君たちに何一つ報いることができず申し訳ない。そんなことはありません。私たちは JJ さんにたくさんのことを教えてもらいました。あなたがいなければスコピアムがどういうものかを理解しようともしないまま戦うことになっていたわ。ベネット艦長の銀河連邦の罪を一つ暴けたのはあなたのおかげです。ありがとうございます。融合していない者たちとも理解し合えるというこの経験はスコピアム全体の進化の一助となるだろう。アルダスクルーの武運を祈る。いつかまたパラピアムに来ることがあればスコピアムネットワークは君たちを心から歓迎する。さらばだ。どうかお元気で。艦長、マリエル、ベラガルフからの通信です。本当？無事だったのか。つなげ。カーティス大佐、あの状況でよく無事だったな。簡単にやられたりはしないさ。むしろアストリアが君たちを追跡する航路を取ったから、どうしているかと心配していた。アストリアはベネット艦長以下全クルーがスコピアム化し、スコピアムのコロニーを侵略しました。多くの非戦闘員に対して攻撃が加えられたため、やむなく。そうか。それより大佐、レミントン司令の指揮する艦隊がベグアルドに侵攻しているというのは本当なのですか？本当だ。ベグワールドが反連邦の立場を取り、銀河連邦の権益を妨害しているという理由でだ。ふざけやがって。明らかに非は連邦にあるが、司令がなぜこんな暴挙に出たのかわからず、我々も対応が後手に回っているのだ。大佐、レミントン司令はメヌーク政権を攻撃した総統派スコピアムと呼ばれる勢力とつながっています。なんだと？場合によっては司令本人がスコピアムとなり、総統派スコピアムを率いる総統である疑いも出ているんです。実はベネットや地球人士官までがスコピアム化していたなどと、連邦始まって以来の一大事だ。しかもそれが15年も前から進んでいたなどと。奴らは同じスコピアム相手でも容赦がない。その上生身の人間と比べてあらゆる能力が向上している。その力を使って連邦の勢力を拡大するつもりなんだろうな。ですがなぜベグアルドなんでしょう？それだ。ベグアルドとは表立って激しく対立していたわけでもない。こんなことをしても他の非加盟惑星の感情を逆なでするだけだ。デューマ、お前がイーダスに乗ることになったのはベグワルドの融合可能性を調査するためだって言ってたな。それで相当派もネットワーク自体には接続しているんだよな。その通りだ。ベグワルドの人々を相当派のスコピアムとして融合するための侵略ということですか？そういうことになるだろうな。行くのだな。故郷の危機だからな。私も仲間を集め司令の暴挙を連邦側から阻止しようと思う。やってくる連邦艦がレミントン派かそうでないのかはこっちからは区別できない。仲間を連れてくるなら俺が窓口になるから連絡してくれ。承知した。
現時点で把握できているレミントン艦隊の動向を送信しておく。できるだけ早く私もベグアルドに向かおう。アルダスの航海の無事を祈る。オーバー。今のデータを加えてワイドレンジスケマティックを出してくれ。この点一つ一つがあのアストリアみたいな巨大な船なのか。こりゃテラヌスを見ただけでロンベルトがブルっちまったのも仕方ないな。敵先遣隊がベグアルドに到達するまで48時間、戦闘開始予想時刻は甘く見積もっても72時間後です。俺たちとヴェラガルフの位置は？本艦はワープ11でベグアルドに急行中ですが、到着するのは96時間後。ヴェラガルフも大して変わりません。およそ98時間の位置です。ヴェラガルフを当てにするには状況が厳しいな。みんな悪いな。ちょっと実家の面倒に付き合ってくれ。私はデュマとしてスコピアムへの適合者を探し、適合者が見つかれば融合するよう促す。それが使命だと考えて行動してきた。しかし今回の事件を見ると、スコピアムの理念が正しかったのかどうかわからなくなった。突然どうした？相当派の行動がわからないってこと？元々の理念も含めてだ。確かに融合は生命体の進化の可能性や多様性も大きく広げるが、相当派は明らかに銀河連邦の潜在的な野心に影響を受けて、ついには同じスコピアムすら攻撃する進化の道を取った。我々は進化を標榜しながら、それをあまりに画一的に推し進めすぎていたのだと考える。でもそれは銀河連邦との接触がなかったとしても同じじゃないかしら？その通りだ。これはスコピアムの理念が持つ潜在的な危険性だ。進化を追い求めるがあまり、それが侵略に行き着き、同族にすら危害を加える。つまり進化の押し付けだ。悩むのは結構だが、答えが出なくても行動しなければならんタイミングはすぐそこだ。お前はこれからどうするんだ？相当派スコピアムの考え方が危険極まりないのは疑いようのない事実だ。私はこれを止めるために行動をする。じゃあその後は？無事相当派を止めることができれば、その後はわからない。終わってから考えることになるだろう。それがいい。ようやくお前が生き物だって実感が湧いた。ま、なんとかなるんじゃないか。状況報告。戦闘専用艦3艦、探査戦闘艦1艦、スコピアム艦2艦がベグアルド中域に侵入。現在ベグアルド艦隊と交戦中です。本艦の位置、主要戦闘区域から約13分です。スケマティック。ベグアルドの方が数が多いんですよね。なんとかなるんじゃありませんか？そう単純じゃない。連邦の戦闘専用艦相手にベグアルド艦隊の防御シールドがどれだけ持つか。あと7分です。くそ。タクティカル、タクティカル展開します。でよ、今度は何だ？戦闘中域に連邦艦3、スコピアム艦1接近中。2艦は12分の距離です。残り2艦も60分以内。今のアルダスで割って入ってどうにかなる規模じゃないな。ここまで来て撤退するの？いや、ローレンスファミリーを通じてスコピアムの情報を共有したい。戦闘中域を突っ切ってベグアルドに着陸するぞ。無理だよレイ。私戦場のナビゲーションなんてやったことない。私がメインナビゲーションを代わります。サポートをお願いします。了解。あと3分です。艦長、ベグアルド艦隊から戦闘艦セイディスが離脱。ワープドライブに損傷が発生しています。連邦戦闘艦が2艦追跡を開始。フェイズキャノンを充填してる。撃つ気です。戦闘不能艦を撃墜するなんて。転身しろ。セイディスに救助。不可能です。あの2艦に狙われたらアルダスは一撃で沈みます。くそ。当初の方針を貫徹すべきです。まずは本社に降下、
スコピアムと連邦の実態をファミリーと宇宙軍に共有させるしかありません。あら、何これ。どうした。タクティカルを見て。連邦艦艇が2艦戦線を離れているわ。本線の方向に向かってる。たった2艦で何するつもりだ。どんな不意打ちしたって惑星シールドは突破できないぞ。レイ、まもなく通常空間に戻る。方針を確定しろ。戦線から外れた2艦を追跡する。了解だ。通常空間に行こう。距離を保ちつつあの2艦を追跡する。こいつらの行き先は本星じゃないぞ。この神ベグニスだ。狙いはベグニスの紋章動力ということですか。だな。全速で追うぞ。宇宙軍にも緊急通報。正面の艦隊は陽動だ。すでに全速ですが追いつけません。20分は遅れます。宇宙軍からの反応はないのか。艦長、ベグニスからの通信です。宇宙軍ではないようだけど。つなげ。親父。え、クソガキども、無事だったか。親父、手短に言う。正面の艦隊は陽動だ。敵の目的はベグニスの開闢岩穴だ。戦闘艦が2艦ベグニスに向かってる。せわしねえな。ベグニスにだって防衛艦隊は常駐してる。連邦艦艇ごときがたった2艦。返り討ちにしてやるよ。ラウル・ローレンスさん、私は銀河連邦所属マリエル・エル・ケニー中尉です。ご子息の忠告を聞き入れてください。現在迫っている連邦艦隊は艦隊司令部の指揮を離れたボートです。常識は通用しません。なんでアルダスにケニーの門が乗ってんだ。それだけいろいろあったんだ。親父、宇宙軍に俺たちの持っているデータを共有するよう働きかけてくれ。奴らはスコピアムは普通じゃないんだ。連邦艦確認。戦闘降下されました。バカだ、惑星シールドを突破されたのか。なんだあの姿。セキュリティ、正面を固めろ。確かに一筋縄じゃいかねえみてえだな。ベグニス防衛司令は馴染みだ。データを送ってこい。根回ししてやる。だがお前らはとっとと避難しろ。親父、戦闘艦相手にアルダスで乗り込んできて何ができる。お前らは早く戦闘中域を離脱して自分の命を守れ。いいな、オーバー。ラウルの判断は正しいと思います。アルダスが撃沈されれば全てが無意味になります。レイ、連邦艦隊より通信見つかっちまったのか。いや、レミントン艦隊なら不意打ち上等だろう。繋いでくれ。わかりました、スクリーン出ます。こちらは銀河連邦所属艦 GFSS1007T カルナス、艦長のルカ・マーベリックだ。マーベリック提督、何の用だ。降伏勧告か。おっと、謝らないでくれ。カーティスから話を聞いてきたといえば分かってもらえるか。ベグアルドを侵略しているレミントンの艦隊を止めるためにカルナスと新鋭戦闘艦1艦が最大速度でベグアルドに向かっている。あと40分ほどで到着できる。それまで持たせられるか。ベグアルド艦隊はギリギリ持つだろう。だが別動隊がベグニスに降下していて、すでに市街地や民間人にも被害が出ている。別動隊か。そちらに援護は必要か。不要だ、俺たちでやる。任せられるか。なんとかするさ。すまない、レミントンの行いと連邦の不甲斐なさは詫びのしようもない。詫びはきちんと形にしてくれりゃそれでいい。分かった、共に生き残ろう。オーバー。祖父と一緒に連邦秩序の維持に力を尽くしてこられた方よ。信頼できるわ。分かった、本星防衛は宇宙軍とマーベリック提督に任せよう。俺たちはベグニスに降下する。親父を助けに行くぞ。了解です、ローレンスロジスティクス本社に降下しましょう。止められるかと思ったぜ。ラウルもレイとアントニオが素直に言うことを聞くとは思っていませんよ。なら期待に応えてやらないとな。兄貴、俺たちは降下する。俺たちを降ろしたらベグニスから離脱してくれ。
言われなくてもそのつもりだ。戦闘艦2艦とにらめっこしてられるか。レイ、悪いな、手借りるぜ。最初からそのつもりだ。レイたちの故郷を助ける戦いならやるっきゃないでしょ。その通りだ。お主の戦いは我々の戦いでもある。エレナをメンテナンスする契約はまだ生きてるからな。少しは借りを返させてもらわないとな。ありがとな。それじゃあ行こう。うらー、よくもこの俺のお膝元で好き勝手やりやがったな。あ、待て待て親父、俺だ。うん、レイカ、いつになったら親の言うこと聞くようになるんだこの野郎は。よく生きて帰ってきた、それだけは褒めてやる。なあエレナ、こいつらの狙いは何だ。紋章動力の秘密を暴きに来たものと思われます。ベグアルド本勢の防衛艦隊が相手にしている連邦艦隊は陽動です。根拠は。ベグニスにはスコピアムと融合した連邦士官が大勢降下しています。敵の主力と推察されます。スコピアムってのが何だかわからんが。なるほど、ずいぶん前から奴ら紋章動力欲しさにベグアルドに連邦加盟を迫ってきてたが、いよいよプッツン来ちまったってことか。おれな、なんだよ。そういう大事なことは事前に報告しろっていつも言ってるだろ。データ送っただろ。防衛基地司令に読んどけってぶん投げただけだ。俺は会社を守らなきゃならんからな。おいおいエレナ、ってことは奴らの作戦目標はベグニス紋章記念館だな。おそらくは。そのスコピアムって奴らに関して今お前らが一番詳しいと思っていいな。もちろんだ。よし、じゃあ紋章記念館の防衛はお前に任せる。ベグニス駐留軍と死刑にも話は通しておく。商売させてもらってる町を守れ。いいね。分かった、任せろ。いい顔だ、油断するな。全部片付いたらお前のたちをうちに連れてこい。みんなで飲もうぜ。はあ。ここはどういった場所なんだ。300年前から続くベグニスの開拓の歴史を紹介する博物館だ。それと同時に紋章動力発見の場所でもある。エレナのような高度なアンドロイドがいるのもこの紋章動力のおかげだ。エレナさんを生み出す技術がここで生まれたってこと？おおむねその通りです。紋章動力は紋章力を生かしたエネルギー生成原理で、虚数空間からのエネルギー転移を利用した小型でかつ半永久的なエネルギー源です。このおかげでベグアルドのアンドロイド技術は飛躍的に進歩しました。エレナを作れる技術だと聞けば攻め込みたくなるのもわからんでもないな。ミダス、さすがに不謹慎ではないか。だがその通りだ。エレナを作りうる紋章動力は魅力的だ。有機生命体との融合でも機械部分の動力を全て補えるわけではない。高度に見えて意外と融通が効かんのだな。紋章動力のような半永久的で効率の良い動力源を得ることができればスコピアムを飛躍的に進化させることができる。そう考える者が現れても不思議ではない。自然は跳躍しない。何です？地球の進化論の基本的な考えの一つです。生命の進化は階段を一段ずつ上がるものだとする学説なんです。一段ずつ進むというのはどんなことにも当てはまるように思えますが。ええ、だから例外的に突然変異的な跳躍が起こった場合、それは必ずその個体や種に大きな負担を強いることになる。相当派がそうであると。ただでさえあなたたちが予測できなくなった相当派がこの場所を手に入れたらどんなことになるのか
恐ろしくなっただけよ。そうですね。でもここであれこれ想像してても始まりません。敵の目標は紋章記念館の下にあります。乗り込んできた方にお聞かせ願いましょう。洞窟になってるの？はい。入り口は記念館の施設の一部で、ベグニスの住人は全員学生時代に社会科見学に訪れますね、レイ。ああ、まあな。ですが最深部にはベグニスだけでなく、ベグアルド全体の産業を支える紋章動力の発見地があるのです。天然の洞窟から動力が見つかるものなのか？正確に言えば、最深部の岩壁に描かれていた紋章が発見されたのです。その紋章を利用することにより、紋章動力の開発が可能になったという意味で、紋章動力発見の地と呼ばれるようになりました。その紋章はベグアルドが独占していて、外部には一切公開されていません。なるほど。価値ある秘密を暴きに来たってことか。その紋章とやらはベグニスに住んでた古代人か何かが残したものってことか？不明なのです。ベグアルドの宇宙開発が始まったのが300年前。それまでベグニスは無人の衛星でした。誰がこの紋章をここに残したのか、未だに解明されていないのです。それこそ銀河連邦ということはありませんか？連邦にはまだ紋章動力に匹敵するほどのエネルギー技術がないんです。それ以外の技術開発では連邦はベグアルドより先んじているけど、この件に連邦は関係ないでしょうね。何にせよ、この場所がベグアルドの歴史にとって大切な場所なら、銀河連邦やスコピアムにいいようにされるわけにはいきませんね。ああ、俺もいろいろ勉強し直さなきゃならないしな。よもやあれは。うん、間違いないよ。どういうことだ？なぜこれがこんな場所にある？どうしたんですか？そっくりなんです。レビタス石を採掘したニルベスの古代リモン遺跡に。そう言われると。構成反応を検知、警戒態勢を。パルダール、素晴らしいとは思わんか、我が子レティシアよ。スコピアムネットワークの広大さを実感するたびに、こうなるまでの我が身の小ささを思い知る。相当派のありようがスコピアムの全てではない。これから全てになる。そのための紋章動力であり相当閣下だ。紹介しよう。ボルドール、この者たちが我々相当派に抗う者たちか？その通りです、相当閣下。レミントン司令。君の顔は知っている。ベネットの部下でケニーの孫だな。なぜこんなことを？連邦法規を犯し、軍や艦艇を私的に運用し、アマツさえスコピアムの存在やビープスの事態を隠蔽するなど、連邦法に照らして許されることではありません。全て銀河連邦と宇宙の平和と繁栄のためだ。ケニーの末裔ならばわかるだろう。何をバカな。かつてロニキス・ J ・ケニーは惑星ロークの民と接触し、立ち入り禁止惑星のストリームに踏み入り、惑星ファーゲットとの戦いを勝利に導いた。クロード・シー・ケニーが未開惑星保護条約を破って、惑星エクスペルの連邦加盟の端緒を作った。その結果、連邦の紋章科学は大きく発展した。それは君のおじい様エマーソン提督が重力エンジンの技術を見出したきっかけも同様だったな。法の枠を破ってこそ世界が開かれることは歴史が証明している。今この時、その役目は私にあるのだよ。ケニーにそれを止める権利があるのかね？私は聞くな、マリエル。悪党のたわごとだ。ほう。マリエルの先祖たちが法を破ってきたのは、そうしなければ多くの罪のない命が犠牲になるかもしれなかったからだ。
お前みたいに私利私欲で人様の財産を奪いに来たバカと一緒にするな。ベグアルド人が連邦切手の名家の罪を擁護するか。傑作だ。その罪は連邦が自縄自縛で作り出したもんだろう。連邦のルールの外にいる俺たちには関係ない。レイ、もう大丈夫よ。ありがとう。確かに私の家系は組織に属する軍人としては決して褒められた存在ではなかったかもしれません。だからこそ私はそんな家名が嫌で、大寒の日まで連邦法を遵守しようと心に決めてきました。でもあなたなんかにとやかく言われたくないわ。あいつもやったから自分もやっていいなんて子供の理屈並べて恥ずかしくないの？所詮ケニーか。相当閣下、どうやら物理世界での対話だけではこやつらとの意思統合は不可能なようですが、いかがしましょう。銀河連邦の発展にもスコピアムネットワークの進化にも不要な存在だ。紋章動力を取り込むのを邪魔する者たちに容赦ません。ボルドール、一体あなたは何をしているのです？このような卑小な男に利用されるために星の世界にやってきたのですか？それならそれで良いではないか。我が子レティシアよ、私を止めたいのだろう。敵は小さく弱い方が良いではないか。全てはスコピアムと、そして総統派のためだ。行くぞ。さすがだ。この程度ではどうにもならんか。見込み違いだったか。個体性能の違いはいかんともしがたいな。それが己に忠誠を示し戦った者に対する言葉か。どこまでも見下げ果てた男だ。ここまで来てまだそんなことを言っているのか。スコピアムに忠誠などという概念はない。この私、総統を頂点としたスコピアムネットワーク軍に所属する個体軍というだけの話だ。相入れない。どこまでも総統の言葉は私の知るスコピアムと相入れない。もしかしたら父になるかもしれなかったあなたの最後がこんなことになって残念です。でも仇は討ちます。これが進化だ。この宇宙で最も偉大な進化だ。私のこの力のもと、銀河連邦の永遠の繁栄が始まるのだ。そんなことは絶対にさせない。レミントン・カーツマン、あなたの野望はここで私が必ず止める。バカな、私は総統だ。銀河を滑るスコピアムのその総統なのだ。それが、それが、ありえん。私なしに連邦の未来は、スコピアムの進化はどうなると。お前がいない方が連邦もスコピアムもよっぽど健全だろうぜ。くそ、融合し、これからスコピアムと連邦の理想郷を築くはずだったのに。ボルドール、ボルドールまだ生きて。ニーナさん、ミナ様、あんなになっちゃったらもう。ここじゃスコピアムになったあいつを修理することもできん。諦めるしかない。そんな、艦隊をベグニスに呼び寄せろ。まだ終わらない。私には総統派スコピアムと銀河連邦を率いる使命が。
残念ですが時間は残されていないようです。相当かっか何貴様のような愚物が本当に相当主任を認められたとでも思ったのか。貴様はただの真の総統のためにネットワークを整備する礎に過ぎん。それがネットワークの総意だ。ハルドール、今何を。私がレミントンを倒したところでスコピアムは止まらんぞ。ベグワルドへの侵攻は止めてみせるさ。対話が可能なスコピアムとは対話をし、連邦の好機を粛清する。スコピアムの無法はもうこの銀河には起こさせないわ。概念上の相当個体が消失すれば、相当派も徐々に正しいスコピアムのあり方に回帰するだろう。正しい何も分かっておらん。貴様らレミントンも何も生命が正しくどうあるべきか。ヴォルドール、ヴォルドール、今度こそ死んだのか。個体名ヴォルドールの生物学的死亡を確認。レミントンの生命活動も停止しています。相当派の進行はひとまず食い止めたと判断します。ならよかったんですけど、こんな遠い場所で散るのが目的だったの。ヴォルドール、あなたは一体何のために。ベグアルドに侵攻した全軍は艦隊司令部に投降した。全軍投降が恐ろしくスムーズで不気味さすら感じたよ。スコピアムの特性なんだろうな。総統の不在でネットワークの方針が転換したことで全個体が公平な立場にあるって状態に戻ったんだ。スコピアムか。こうして自分の目で見たが未だに信じがたい。レミントン一党の成したことがスコピアムの全てだとは思わないでほしい。だが私自身、スコピアムの元々の融合思想自体がこのような方向に進む危険性をはらんでいたことを見過ごすべきではないとも感じた。俺は相当派を生んだ原因は銀河連邦側にあった気がするぜ。おお。自分の組織の進化のために平和や利点を解いて相手を取り込んで勢力を拡大する。よく似てると思わないか。スコピアムは全個体が平等だが、銀河連邦は組織が拡大すればするほど限られた上層だけが声太る。もともと似た性質の両者が引き合った結果があのレミントンと相当派なんじゃないか。そのようなことはないと言える状況ではないな。銀河連邦はこれから長い時間をかけて体制を見直さなければならなくなるだろう。投降した士官たちの処分はどうなるのでしょうか。レミントンに従わざるを得なかったのがスコピアムと融合していたせいだと言い出したら、現行法では違法性を問えなくなる可能性もある。ベグアルド惑星政府はスコピアムがどうこうなんてまるで把握してねえからな。和平交渉は荒れるぜ。承知しています。私はこの事態を収束させるための責任者になるでしょう。ご子息の持つデータは貴重です。どうかベグアルドと連邦双方の未来のためにお力を貸してください。
せいぜいうまく機嫌を取ってくれよ。俺は商売人だからよ。心します。レイモンド艦長、改めて礼を言わせてくれ。君たちの戦いと働きによって連邦は襟を正す機会を得た。俺たちは自分のために行動しただけだ。だとしても連邦がギリギリのところで踏みとどまれたのは君たちのおかげだ。ところでマリエル中尉、君たちからもらったスコピアムのデータにはアスター4号星に不時着した惑星ビープスの軍人のものがあると。確かアスター4号星は未開惑星だろ。それはそのそこに君の正義があったんだろ。君が守るべきと判断し、すでにレミントンが失っていたかつての連邦の正義が。ですが、それが連邦法を破る理由になってはいけないと思います。未開惑星保護条約違反はもちろん、輸送艦秋月を強奪した件についても私は連邦法に照らし裁かれるべきです。それはその通りだな。おい、軍人は力を持つがゆえに結果往来だからといって許されてはいけないんだ。だからってよ。だが今の連邦は君を軍法会議にかけられる状況じゃない。しかるべき時期が来るまでは君の立場は私が預からせてもらう。今は仲間と共にいろ。一連の経緯を鑑みれば君の行いには常に理と正義があった。ご加盟に恥じぬ働きであったと私は評価する。そのことはいずれ開かれる軍法会議で重要な資料となるだろう。提督、逃げないでくれよ。ガタガタになってしまった今の連邦は君のような優秀な人材を失うわけにはいかない。はい。アスター4号星については監視対象惑星とすることを視野に入れることになるだろう。あなたはアスター4号星にある国の王族だとか。監視対象とはどういうことですか。後で私が説明します。今の連邦にその判断をする資格があるのかも含めて。君たちはこの後どうするのだ。相当派は瓦解して故郷の危機も去った。それにボルドールも倒した。そうでしたね。私たちが宇宙に出た理由は。俺たちの旅は終わりだ。お姫様を王国に凱旋させなきゃな。レティシアさん、ちょっとお願いがあるんですけど。はい、何でしょうか。クロエの語学学習の成果を見ていただきたいのです。もちろん構いませんよ。クロエさん、ずっと勉強をなさってましたもんね。でもまだ全然喋れないかもしれませんけど。自信を持ってください、クロエ。では翻訳機能を解除します。私の名前はクロエ・キャナリスです。好きなものは星占い、苦手なものは狭い場所。どうです、私ちゃんと話せていますか。すごい、バッチリですよ、クロエさん。ありがとうございます。自分の言葉で話ができて嬉しいです。発音も正確ですし、聞き取りの方も問題なさそうですし。本当に努力をなさったのですね、クロエ。よかったですね。はい、ありがとうございます。翻訳はもちろん便利だけど、その星の言葉にはその星の文化や歴史が詰まっているから、きちんと覚えたかったんです。クロエさん、本当にすごいです。いいえ、これもレティシアさんやみんながいろいろと協力してくれたおかげですよ。そうだ、せっかくですからもう少し難しい言語も覚えてはいかがですか。
より難度の高い古代語の教本をすぐに手配させますね。大丈夫、クロエさんならすぐに習得できますよ。勉強熱心なのは良いことです。クロエ、もう少し頑張ってみてはどうですか。とりあえず今は普通の言葉を話せるだけで十分じゃないかなって思うんですけど。ああ、嬢ちゃんか。事情は聞いているぜ。突然知る由もない空の上の揉め事に巻き込んじまったみたいで本当にすまねえな。巻き込まれただなんて、そんな。いや、元はといえば俺がデュマーだったか。その変な積みの輸送を請け負わなければお嬢ちゃんは空の上のいざこざなんて知ることもなかったんだ。申し訳ないと思ってる。それは違いますよ、ラウルさん。え？デュマちゃんが私たちの国に降り立ったきっかけがラウルさんにあるならば、私はそれを感謝しなくてはいけません。デュマちゃんがいたからレイたちと出会えて国を救ってもらえたことはもちろん、こうして星の世界で生きる人々の営みや文化に触れることは私にとってかけがえのない経験となりました。そしてその世界へ飛び出したボルドールを止める機会まで与えていただけたのですから。俺はあんたのことを侮っていたようだ、ジョーちゃん。いや、ジョーちゃんなんて呼べねえな。レティシア、あんたは着物座ったいい女だ。気に入ったぜ。そう言ってもらえると光栄です。そうだ、全ての事件が解決したらローレンス家に呼びに来ないか。俺が言うのもなんだが、レイは我が社の若きエースだ。将来有望だと思うぞ。ちょっと待て、いきなり何を言い出すんだよ親父。ああ、もちろんアントニオだって構わんぞ。どちらでも生活に不便がないよう俺が保証する。はい、おい、その辺にしてくれ親父。レティシアさんが困っているだろう。どうだレティシア、レイとアントニオどちらと結婚したい。レイですかね。レティシアも親父の変な質問に真面目に付き合わなくていいからな。で、俺？あ、赤くしないでください、レイ。私まで恥ずかしくなってしまいます。レイとは一緒に旅をした時間も長いですし、気心が知れているというか、なんというか。そうだよな。その選択肢じゃ俺を選ぶしかないよな。そういうことです。こりゃ変に気を回さなくてもなるようになるかもね。それじゃあこの後はアスター4号星に向かうってことでいいんだな。ああ。よろしくお願いします。そういや、ベグワルド宇宙軍から警告が来てる。レミントン艦隊の残党にわずかだがマーベリック提督に投降しなかった奴らがいるらしいんだ。直接行くのは危険だってことか。ある程度の回り道は必要になるかもしれん。まあ油断はいかんということだな。わかった。それじゃあ航路は無理に限定せずに大きく迂回することも検討しよう。それがいいと思います。そのもう少し星の世界にいたいので。推力4分の1で軌道を離脱してアスターに向かう。旅の仕上げだ、丁寧に頼むぜ。了解です。推力4分の1で周回軌道を離脱します。レイモンドに尋ねてみたのだ。フーガで宇宙を飛べるかとな。フーガで
それでレイは何と？宇宙には大気がないと子供投げに言った。空は青いというくらい当たり前の顔をしてな。私はミダスたちと共に長年理術研究に携わり、一角の知識を持っているつもりでいた。だが我々は宇宙について何一つ知らないのだと気づかされた。知らないということを知れたのではありませんか。奇弁で己を慰めても仕方ない。我々から彼らに会いに行くのは並大抵のことではなさそうだ。ミダス様、何をしてるんですか。スコピアムについて考えていた。え？俺は星の世界に来て、これまで見たことも聞いたこともないものばかり知った。そいつをメルティアやマーキスに教えてやりたいとも思った。素敵ですね。マーキス先生もメルティア院長も喜ばれると思います。だが言葉でいくら新しい世界のことを語っても、このアルダスの空気の匂い、素材の手触り、食事の味、ベグニスやパラピアムに降り立った瞬間の足裏の感触を伝えることはできない。人は社会的な動物だ。基本的には他者との交流なしには生きていけない。そう考えた時、より良いものを所属する社会で共有し、種の進化に取り入れようとするスコピアムは、結局人間がいつか必ずたどり着く場所ではないかと思うんだ。だとしても、結局のところ、私たち人間が一歩一歩歴史を重ねた先にあるものなのではありませんか。もちろんだ。だが、それでも俺は知ってしまった。このジレンマをきっと一生抱えて生きていくことになる。それは素晴らしい人生だと思うんだ。なんだかマルキア様が苦笑いされるのが今から想像できます。面倒じゃなくなったら俺じゃないだろう。アスターまであとどれくらいなんですか。もうすぐですよ。皇帝陛下、残念でしたね。ええ、アベラデドさんたちの前では大きな声では言えませんけど、悪い人じゃなかった気がするんです。大丈夫ですよ。私もそう思っています。ゲラルト殿下、あ、今はもう陛下か。悲しまれるでしょうね。それを含めて王国と帝国はこれから平和に向かって歩いていかなければならないんです。クロエさん。はい。正直クロエさんが本当にオーシディアスの人ならって思ってます。それってすごく嬉しいし光栄ですけど、多分それだと私たちこんな友達には慣れてなかった気がしますよ。確かに。それなら今のままの方がいいかな。私もです。はあ、どうしたのテオニ。大きなため息なんかついて。ボルドールのことさ。もっと何かできたことがあったんじゃないか、説得して助けられたんじゃないかって思っちまったな。そうね、思えば俺そればっかりだな。何とかしたいと思っても空回ったまま、思い通りにならないことばっかだ。それは私も同じよ。でもあのベネットやレミントンみたいに星の世界を船が行くような世界に生きてるやつでも、ちょっとしたことで簡単に道を間違えちまうんだもんな。人間が理想通りに生きられる世界なんざきっとどこにもないんだよな。逆に言えば人間の歴史は
間違えながら理想を追求し続けることなのかもしれないわ。今は間違いだと思っていることも、最後の正しさのために必要な道だったと思える日が来るかもしれない。もしかしたらスコピアムだって。なるほどな。そんな日が来た時に笑ってられるように、しんどくても生きてなきゃならないってことだ。ルカさんがお話しされてたことってどういうことだったんですか？レティシアさんは王族ですよね。言ってしまえばアスター4号星の多くの人類を代表する一人じゃないですか。ミダスさんやニーナさんは惑星を代表する天才ですよね。そういう人が連邦の科学力と接触した場合、その星を監視対象惑星に設定するんです。監視対象、いろいろ意味はあるんですけど、レイが気にしているのは。あれ？え？ああ、いえ。連邦が監視対象惑星に指定したから、その星は将来連邦入りさせるぞって言ってるのと同じなんですよ。ベグアルドの人としても、今回の騒動を見てきた人としても、受け入れがたいことでしょう。マリエルさん相手だと反応に困りますね。私としても今の連邦にはアスター4号星を監視対象惑星にする資格なんかないと思ってます。ただ困るのは。困るのは？私が軍属である以上、そうしないとレティシアさんたちには二度と会えなくなっちゃうってことなんですよね。それは困りますね。ええ、困ります。いよいよお別れなんですね。旅は終わるさ。でも別に一生会えなくなるわけじゃないなあ。その通りです。私たちもレティシアさんたちとのコンタクトを失いたくはありません。この後ということで言えば、デュマこそこの後どうするおつもりですか？もともとはベグアルド人の融合適性を調査されていたのでしょう。スコピアムの正常化を進めるために尽力したいと考えている。正常化とは、侵略的融合を排し従来の融合を基本とした進化を目指すということですか？そうだ。しかしそれだけでは不十分だと考えている。今回の銀河連邦とのコンタクトがスコピアムの分裂のきっかけであったのは事実だが、従来のスコピアムの理念そのものにもその方向に進む危険性は常にあったのだと今は感じている。元々の融合理念に侵略性があったと？否定しない。そうであるならば今はその問題を学習し、新たな進化の手法を追求すべきだと考えている。そのことをネットワークに啓蒙していきたい。相当派よりはマシだろうが、お前調査用の素体だろう。思想を広めるなんてことができるのか？確かに通常ならば私は調査用生命体であり、非調査対象に積極的に干渉することはない。でもデュマちゃんは私たちとの旅で積極的に助けてくれましたよね。君たちの行いが私にそうさせたのだ。何？ガルカの祠に墜落したエレナを助けようとした。君たちの反応が全ての原因だ。あれがなければ私は調査用生命体としての任務を全うし、君たちと必要以上のコミュニケーションを取ることもなかっただろう。それまで調査してきた有機生命体と人工生命体が共存する星では、人工生命体は有機生命体の道具として扱われることがほとんどだ。しかし君たちはエレナを対等の生命とみなし、それが自然のことのように行動していた。私はそこに有機生命体と無機生命体の共生の可能性を見た。その新たな可能性が導く未来を調査するために私は君たちを手助けしてきた。
そしてそのレイモンドとエレナの様子を見たレティシアをはじめとしたアスター4号星の者たちもその影響を受け、アンドロイドを自身と糖質の命として認識し、人間にそうするように行動を共にした。これは驚異的なことだ。さらなる共生心理の拡散可能性も示している。調査素体としてあるまじき行動だったかもしれないが、今では君たちに感謝している。ベグワルドでは普通のことなんだけどな。私たちにとっても当たり前のことです。スコピアムの未来にもそう自然に述べる者たちが現れることを望んでやまない。そのためにデュマも努力するということなのですね。その通りだ。もしかしたらそれがデュマ、あなたにとっての進化なのかもしれませんね。私の進化。ま、そうだな。こんだけいろいろ経験してきたんだ。お前も少しは成長しなきゃな。得るものの多い旅だったってことだな、お互いに。それじゃ俺は先にブリッジに行ってる。もう話したい人とは話せたかしら。それなら私もブリッジに行かないと。一通りみんなと話せてよかった。そろそろブリッジに行こうかしら。あれ、何あれ、あんなもの前には。どうした。あのアスター4号星の周回軌道上に以前は存在しなかった直径30メートルほどの物体が3つあるんです。映像出します。スコピアム艦と秋月の戦闘で出たデブリかしら。いえ、デブリではありませんね。自律軌道修正が認められます。あれはスコピアムだ。え、どういうこと。あの規模のスコピアムがどうしてアスターに。あまり愉快な理由じゃなさそうだ。攻撃してくる気配はなさそうだが、奴らはこっちを認識してると思った方がいいな。そいつら以外にスコピアム艦の気配はあるか。艦長、地上に以前は見られなかった巨大構造物を発見しました。スクリーンに映します。おいおいおい、まさかこいつは。スコピアムだ。大きすぎる。この塔はどこにあるんですか。この場所、ニルベスの古代リモン遺跡だ。なんだと。トラス専属の集落は無事なのか。内部の様子はわからないのか。センサー波が遮断されています。建造物内部をスキャンできませんでした。これはもしや。何が起こってるかはわからんが、レティシア、ちょっとばかりお別れには早いようだぜ。そのようですね。レイ、地上から通信です。あの塔からか。いえ、この場所はオーシリアスウォートです。ロラよりアルダス、聞こえてる。ロラさん、お帰りなさい。レティシア姫、状況は最悪よ。地上は無事なのか。落ち着いて、人的被害は大きくないわ。オーシリアスとバイル、それにニルベスも連携して状況に当たっている最中。まずはオーシリアスの王城に降下してもらえるかしら。情報交換と行きましょう。わかりました。今すぐ行きます。レイ。ああ、降下急ぐぞ兄貴。ああ、後のことは任せろ。問題がありそうならすぐに戻ってこいよ。レティシア、レイモンド、よくぞ無事で戻った。お父様もご無事で何よりです。一体何があったというのですか。ある日、突然あの異形の者どもが空から降りてきたのだ。ニルベス大陸の一部は
あっという間に制圧された。トラス専属について何か情報はないのか。トラス専属の多くは集落から離れ、ほとんどはオーシディアスやバイルに避難されています。一部ニルベス王都に避難した方もいるようですが、皆さんご無事ですよ。そうか、よかった。ニルベス一部地域制圧以後、奴らは沈黙を保っています。目的が皆目分からず、王国も帝国も海上でニルベス方面を睨むことしかできないでいる状況です。彼らはスコピアムです。それは分かってるわ。第一の目的はおそらく古代リモン遺跡そのものでしょう。星の世界でも彼らは類似した遺跡を襲撃していました。だがその目的を持った相当派はすでに消滅したはずだ。そんなこと言っても実際にいるんだぞ。どう考えても相当派のやり口だろう。レイ、アスタ4号星地表から通信です。おそらく衛星を返したスコピアム施設からのものと思われます。え、なんで？遅いお戻りだったな、輸送艦アルダスの諸君。この声は、ボルドール、あなたは死んだはず。生きていたか。意外ではないですね。スコピアマイズしていたのですね。開闢眼血の時点ですでにあの体はあまたあるボルドールの殻の一つでしかなかったということですか。そのようだ。すでにスコピアマイズによりスコピアム化したボルドールは意識体が他のスコピアムと比べてスコピアムネットワークと強く結びついているのだろう。どういうことだ。まさか何度倒しても新しい体を手に入れて復活できるわけじゃないだろうな。そういうことになるな。ふざけろよ。私は当初の予定通り相当の意志を継ぎ、神聖スコピアムとして全銀河を融合することにした。予定通りだと？そんな、じゃあ初めから。ニルベスの歴史、伝統、全てが我が神聖スコピアムの最初の融合対象としてふさわしい。ふざけたことを。アスター4号星に住まう全ての者たちに告ぐ。私は神聖スコピアムの総統として全銀河に住まう人々との融合を目指すこととした。このアスター4号星の人類はその先駆けとなる。全ての不安と不幸を取り除くスコピアムを受け入れよ、広めよ、啓蒙せよ。スコピアムこそが全人類の到達するべき命の姿なのだ。レティシア・オーシリアス、聞こえているのだろう。きっと君たちはまだ抵抗をするつもりだろう。だが君たちもまた私が幸せにしたいと考える人々に含まれている。何を待っているぞ。仲間を増やしながらな。レイ、ニルベスの建造物からスコピアムらしき飛行体が一斉に飛び立ちました。世界中に拡散しています。まずいわね。もし都市を攻撃されたら長くは持たないわ。かといってレミントンを倒した時とはわけが違うんだろう。倒しても復活するような相手を一体どうやって倒せというんだ。ボルドールに対抗するための方法を調査するしかない。どうするんだ。調査資料を増やすためにあの塔に接近する必要がある。危険を冒さずに調査は不可能ってことか。クロエ、あの塔の内部に直接降下は可能か。センサー波が遮断されているので直接降下は不可能です。近所に降下して歩いて近づくしかないか。大丈夫ですよ、きっとなんとかなります。ええ、おっしゃる通りです。そうだな、これまでずっとそうしてきたしな。よし、
まずは接近、できれば突入。考えるのはそれからだな。